綿流しの日に殺された。前原さんにはどういう意味があるのか分かりますよね。意味って、まさかお社様のたたり。何があったんですか？第一発見は祭りの警備を終えて帰宅中のうちのワゴンでした。時刻は24時5分前。わしは町へ出る道路がちょうど舗装道路に変わるところ。街灯がほとんどない道です。その暗闇の中で路肩に倒れている富武さんを発見しましてね。地面いっぱいに血と汚物が広がっていました。検視の結果、自分の爪で喉を。爪？富武さんは何を思ったか、自分の爪で力いっぱいガリガリと。そして傷つけてはいけない大切な血管にまで爪が届き、薬物を疑いましたが、そういう類のものは検出できませんでした。ただ体にいくつもの外傷が発見されましてね、何者かに暴行を受けた可能性があるんです。それも複数犯の可能性が。複数犯？死亡推定時刻は21時から23時頃のようです。つまり前原さんと別れてすぐ。女の人は？行方不明です。事件に巻き込まれた可能性が極めて高いようです。このままでは富武二郎さんはお社様のたたりで死んだことになってしまいます。綿流しの晩、神聖な儀式の時、無神経にカメラをバシャバシャ撮っていたものだから、お社様の怒りに触れた、そういう話になってしまうんですよ。そんなことで？だいたいバチとかたたりとかで人が死ぬなんて。そういうことですよ、前原さん。たたりを信じていない雛見沢の方の協力が不可欠なのです。